村岡桃佳金メダル冬のパラ日本最多通算4個目女子大回転。2022年3月11日、北京パラリンピックのアルペンスキー女子大回転の座って滑るクラスで村岡桃佳選手が金メダルを獲得しました。村岡選手はこの種目2大会連続の金で、今大会は滑好とスーパー大回転に続いて3個目の金メダルです。 大回転は標高差およそ360メートルの斜面を滑り、フルスピードと小刻みなターン技術が求められ、選手は2回滑り、障害の程度に応じて、係数をかけたタイムの合計で競いました。前回ピョンチャン大会で、この種目で金メダルを獲得した村岡選手は1回目。 正確なターンでスピードに乗り、1分1秒76のタイムで2位につけて、トップの中国の選手とは、およそ1秒の差で2回目に進みました。そして2回目、他の選手がタイムを落とした中、村岡選手は序盤からリズムよく滑って、1回目より1秒以上早いタイムでフィニッシュしました。合計タイムは2分2秒27で、2位の選手に7秒以上の大差をつけ、 逆転で金メダルを獲得しました。村岡選手はこの種目2大会連続の金で、今大会は格好とスーパー大回転に続いて3個目の金メダルです。村岡選手は前回金メダルを取った種目なのでプレッシャーもあったが、それ以上に絶対に金メダルを取りたい気持ちがすごく強かったので、一番嬉しいと喜びを語りました。2回目で大差をつけて逆転したことについては、 いつものターンを出して最後まで滑ることができれば絶対に勝てるという自信があった。とにかく体を倒して板に乗ることだけを考えた。動きはすごく良かったので手応えもあったと振り返りました。12日に行われる最後の種目の回転に向けてはとにかく自分らしく楽しく滑りたいと笑顔で話しました。 銀メダルは中国の劉五毛頭選手、銅メダルは中国の長文生選手でした。動きはすごく良かったので手応えもあった。村岡選手は前回金メダルを取った種目なのでプレッシャーもあったが、それ以上に絶対に金メダルを取りたい気持ちがすごく強かったので、一番嬉しいと喜びを語りました。2回目で大差をつけて逆転したことについては、 いつものターンを出して最後まで滑ることができれば絶対に勝てるという自信があった。とにかく体を倒して板に乗ることだけを考えた。動きはすごく良かったので手応えもあったと振り返りました。12日に行われる最後の種目の回転に向けてはとにかく自分らしく楽しく滑りたいと笑顔で話していました。通算4個目の金メダル冬のパラでは日本単独最多に 村岡選手は今大会3個目の金メダル獲得で前回ピョンチャン大会の大回転と合わせてパラリンピック通算の金メダルの数を4個としました。日本選手でこれまで冬の大会で金メダルを3個獲得していたのは村岡選手の他にアルペンスキーの加野リ選手やクロスカントリーの新田義弘選手など4人がいましたがこれで村岡選手が単独で最多となりました。 夏のパラリンピックでは競泳の成田真由美選手が日本選手で最多15個の金メダルを獲得しています。北京パラ村岡桃香が今大会3つ目の金メダル通算4個目金は冬季パラ最多大回転。北京パラリンピックは11日アルペンスキー女子大回転剤が行われ日本選手団首相の村岡桃香25が今大会3つ目の金メダルを獲得した。 これで村岡は冬季パラリンピック最多となる自身通算4個目の金メダルとなった。平章大会でもこの種目で金メダルを獲得しており2連覇を達成した2回の合計タイムで競う技術系の大回転。1回目を13人中2位としトップと1秒04差で2回目を迎えた村岡は逆転で頂点に立った。 今大会ここまで格好、スーパー大回転で金メダル、スーパー複合で銀メダルを獲得していて、四つ目の金メダル。メダル獲得は、平昌大会の5個を合わせ、自身通算9個目となった。村岡桃香、村岡桃香。1997年3月3日生まれ、25歳。埼玉県出身、正とも深谷高校、早稲田大学、トヨタ自動車所属。 平昌大会は、格好で銀、スーパー、大回転で銅、大回転で金、回転で銀、スーパー複合で銅と5つのメダル。村岡桃香が大回転で連覇。今大会3種目目、金メダル。北京パラリンピックアルペンスキー女子大回転剤。11日国家アルペンスキーセンター。村岡桃香25が優勝し、今大会3つ目の金メダル。合計4個目のメダルを獲得した。 前回大会からの同種目連覇となった2回合計タイムで競われ1回目で2位につけた村岡は2回目で序盤をまとめつつスピードに乗ると大きなミスなくゴールを通過しトップに立った1回目1位の中国の選手が2回目は振るわず村岡の金メダルが決まった村岡は今大会格好スーパー大回転で金メダルを獲得 スーパー複合で銀メダルを獲得しており、大回転を制したことで、今大会3つ目の金メダル、合計4つのメダル獲得となった。前回の平昌大会では、金1つ、銀2つ、銅2つと5つのメダルを獲得している。北京パラリンピックのアルペンスキー女子在で、日独のエースが激しくぶつかり合っている。7日のスーパー合で、大会3個目の金メダルに挑んだ、村岡 トヨタ自動車を阻んだのが、あなれなフォルスター、ドイツだった。6日に行われた高速系のスーパー大回転は、村岡が0秒11差の僅差で優勝。翌日のスーパー複合では、フォルスターが技術系の回転で村岡を上回り、総合力が求められる種目で頂点に立った。生まれつき両足に障害があるフォルスターは、6歳で競技を始めた。 故郷で開催されたパラスポーツのイベントでチェアスキーの存在を知ったことがきっかけだ。始めた当初は寒さで練習中に泣いてしまう日々。だが上達するにつれ楽しく感じられるようになったという。ある日、雪山の中で自由という感覚を覚えた。私は自然の中で他のみんなと同じようにスキーができるんだ。2014年、ソチ五輪の女子在で。 五冠を達成した母国の大先輩、アナ・シャフェル・フーバーに憧れている。ホルスターは18年、平章パラでスーパー複合と回転を制して、新エースとして名乗りを上げると、19年世界選手権でも回転で優勝。村岡が不在だった、今年1月の世界選手権では4種目を制した。一切年下の村岡とは互いに尊敬し、刺激し合える中だ。 ライバルに負けたくない気持ちで競技をしていると村岡。ホルスターも平昌パラではまだ子供っぽかった印象だけど、今はとても強い選手と意識する。世界をリードする二人の対決は、大会の終盤も盛り上げそうだ。強さ、健在、毒の、ホルスター、村岡の独走を阻むライバル北京パラ、パラリンピック。 村岡女子大回転で金通算4個目、冬季日本勢最多パラリンピック。北京時事、北京パラリンピック第8日は11日、アルペンスキー女子大回転が行われ、在で村岡桃香、トヨタ自動車が金メダルを獲得した。この種目連覇で、冬季では日本勢で単独最多となる個人数34個目の金メダル。今大会のメダルは、格好とスーパー大回転の金。 スーパー複合の議員を含め4個となった。立位の本、道安美、後生は7位。神山のりテスエンジニアリングは13位。バイアスロンは女子12.5キロ立位で、歴島桃子、柴田市役所が12位。安倍ゆり子、日立ソリューションズは13位。男子12.5キロ立位の佐藤圭一、セールスフォースジャパンは7位。 スノーボードのバンクドスラロームでは男子で歌詞障害 LL1 の小栗大地、サプチ科学工業、小須田淳太、オープンハウスらが表彰台を目指す。速報記録。